皆さんこんばんは。6月26日火曜日、時計の針は夕方6時を回っています。夕刊 TV 今日もスタートいたしました。キャスターは千葉なゆです。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日は朝からもう本当にですね、暑い日差しが降り注いでいます。特に外で仕事をする皆さん、体調は大丈夫だったでしょうか。いよいよ沖縄の夏到来といった感じですから、どうぞぜひともですね、スポーツドリンクであったりとか、そういったところで水分塩分など補給しまして、熱中症対策などしっかりしていただければなと思います。また観光客の皆さんも増えて、今回ねこの時期からどんどんと増えてくるかと思いますが、日焼け対策、焼きに来てますという方もいらっしゃるかもしれませんが、一歩間違えれば大やけどになりますので、しっかりとですねその辺の程度をしっかり分かっていただいて、対策していただきたいなと思います。さあ、今日もここ地域振興センター3階からインターネットテレビ、そしてラジオの同時放送で読谷村に関する情報をお届けしていきます。夕刊 TV、 まずは今日のラインナップをご紹介します。今日の一番ニュース、昼休み役場ロビーコンサート、夕刊読みラジココペリピザ、 FM 読谷インフォメーション、マーサムマチアゴアインティルル、この他の話題もお届けしていきます。それでは早速参りましょう。今日の一番ニュース、今日の一番ニュースは、平和を希求して今読谷から、昼休み役場ロビーコンサートの模様をお届けいたします。今回は山内幸子さんが取材に行ってくださっています。先週の金曜日6月22日慰霊の日を前に、改めてみんなで平和について考えようということで、平和を思う心などを歌いました歌を読谷村役場1階の村民ロビーにて披露してくださいました。それでは早速 VTR スタート。はい、それでは役場ロビーコンサートを終えたばかりのお二人にお話を伺いたいと思います。まず自己紹介からお願いいたします。はい、川崎です、よろしくお願いします。はい、相澤まみです、よろしくお願いします。はい、ということで今コンサートたった今終えたばかりなんですけれども、このロビーコンサート、今回何回目になりますか？第4回ですね。はい、はい、毎年変わらずにこのコンサートをされているということなんですけれども、今年はまたちょっと司会の方がおっしゃっていたように、いつもとはちょっと違うコンサートになりましたと言ってたんですけれども、それはどういう内容が違うということなんでしょうか？まあ、平和を希求するという意味では一緒なんですけど、今回は長崎から被爆ピアノトを読谷村に来てもらって、でチビチリガバでもコンサートしました。そういうことにおいてはなお一層この広島と沖縄がつながった形で平和を希求するというふうなテーマになっておりますね。はい、はいはい、去年の出演者とまた変わって、宜野湾の方からいらっしゃったりとかですね、曲目もまた一新して、今年のコンサート行われたわけですけれども、ミミさんはどんなお気持ちで今日のロビンコンサートを迎えましたか？はい、チビチリガマの3番、ミルクユーニガティ、平和な世の中を願ってものを知らせていくという言葉がいつも頭の中にあります。ですから過去を振り返り、そこから学びで未来へ平和をつなげていく、その意味では被爆のピアノも、それからここのチビチリガマの歌も共通する思いだと思ってます。はい、私も実際チビチリガマのコンサート行かせていただきましたけれども、本当に心にしみる音色、そして場の雰囲気というか空気感、すごく思い出します。このロビーコンサートはまた来年もされていくんでしょうか？そうですね、今年は実はチビチリガマが あるもんですから、忙しさもあって今年はやめようか、ロビーコンサートやめようかと思ったんですけど、しかしこのファンクラブの皆さんがいるみたいで、今年もぜひやってくれというふうな言葉があって、それでやることに決まりました。ということは来年もやりますね。はい、それはもうそれで私たちもとってもそれを楽しみにしています。そしてこの平和の大切さをね、メッセンジャーとして伝えるこのお二人に、今日はインタビューできたこと、私もとても嬉しく思います。また来年もぜひ、来年も再来年もずっと続けていけたらなと思います。はい、それでは今日ロビンコンサート、ご覧になった感想を一言お願いいたします。はい、今日親子3代で来たんですけれども本当そうですね、戦争の経験はないんですけど、
やっぱり風化させないためにもみんなで語り継いでいくことだと思うので、こういう機会はたくさん作ってくれた方がいいと思います。はい、嬉しいです。ありがとうございます。お子さん、はい、走ってましたか？はい、こういった機会に子供を一緒に連れて、こういった平和を受け継いでいくような感覚を一緒に持てるいい機会だったので良かったと思っています。ありがとうございます。今日ロビンコンサートとっても素敵でしたけども、感想一言お願いいたします。こういう形でコンサートをしてるっていうのもまずないと思うんですね、そんなにね、全国的に見てもね。さすが南海読谷のなんか良さかなって、こういう場所を提供してくれて、そこでなんかこう慰霊の日を前に、ね、こういう内容のことをやってくれるっていうのはなんかすごくいい感じがするなって、ね、とっても良かったです。はい、最後に月桃の歌を、ね、みんなで会場一つになって歌うっていうシーンもすごく良かったですよね。ぜひまた来年も再来年も続けてほしいと思います。このわざわざ、ね、やっぱり三重県から来たということで、読谷村の印象などあったら一言聞かせてください。そうですね、印象っていうか、自分はもう昔こうなんていうか戦争の沖縄戦のことをいろいろ知りたくて、で、読谷の役場とか訪れたりしていろんな話を聞いて、その中で今日歌われた相沢めみさんとも知り合うことができて、それ以来もずっとこう長い付き合いさせてもらってるんですけど、なんかそのやっぱ平和のことっていうか、文化もそうなんですけど、すごいこう発信してる村だなっていう、もうその印象が強いですね。はい、はい、私もミミさんの歌とっても大好きです。今日はね、すごい響くコンサートになりましたね。お声いただきました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、はい、ということで、22日に行われました昼休み役場ロビーコンサートの模様を皆様にお届けいたしました。音楽という形で平和について考えるというのはなかなかない機会かもしれません。また来年もありましたら、ぜひとも皆さん足を運んでみてください。以上、今日の一番ニュースお届けしました。ゆうかん TV。 琉球新報先読みニュース。このコーナーは琉球新報の提供でお送りします。それでは皆さんに明日の地方面から記事をお伝えしていきます。まずは嘉手納町の話題です。水難被害の軽減に期待。比謝川行政事務組合二来消防団はこのほど機能別消防分団を発足させ、21日に嘉手納町の二来消防本部で任命式を開きました。水上バイク隊の発足は2016年のうるま市消防本部に続き県内で2例目。近所消防庁は水難事故の際に救助隊の到着までの時間を埋め、被害が軽減するよう期待すると挨拶しました。水上バイク隊は同消防本部管轄区域内のビーチで働くライフセーバーらで構成され、水難事故の発生時、通報から救助までの時間の短縮を図ります。北谷町のサンセットビーチとアラハビーチ、読谷村のザンパビーチと未来ビーチで勤務する15人が任命されました。隊員を代表して宮城さんは、事故を未然に防ぐ啓発活動にも取り組む、消防とともに一致団結して連携していきたいと意気込みを見せました。特にこれからの時期、観光客の皆さんの来県によってですね、海でのそういった溺れる方が出てきたりとか、そういった事故が増える確率が高くなるというところも考えられますよね。こうやって今のうちからこの水難事故に関する予防といいますか、そのもし起きてしまった場合のことを考えて動いておくのがいいかもしれません。続いてはイエソンからの話題です。お父さんが読み聞かせ。イエソン立西幼稚園西小学校で活動する読み聞かせサークルニニグスイが13日、同校でお父さんによる読み聞かせを開きました。毎年父の日のある6月に開かれています。今回は知念さん、新里さん、ウエスさん、荒垣さん、テリアさん、平さん、上間さん7人が参加。思い思いに選んだ絵本や紙芝居を手に、
幼稚園から6年生の教室までお父さんワールドが広がりました。6年生を担当した上間さんは、今年3月までこの学校で教員として教壇に立っていました。上間さんは子どもたちの成長や久しぶりの教室に感動した様子でした。知念くんは先生に会えて嬉しい、また来てほしいと笑顔で話しました。5年生の教室では平さんが息子さんが1歳4ヶ月の頃に受けた心臓手術の話をしました。手術の心配や不安、成長の様子を母子手帳を見せながら話しました。息子さんは照れながらも嬉しそうに聞いていたということです。子どもたちはどの学年もお父さんたちの読み聞かせにしっかり耳を傾けて聞いていたそうです。僕が小学生の頃、幼稚園生の頃もですね、こういった PTA の皆さんによる読み聞かせの活動を行われていたんですが、思い出してみると確かにお母さんがこの読み聞かせを行ってくれたなという印象、思い出が多いですね。男性、お父さんが読み聞かせをしてくれるというのはなかなかちょっと思い出すことができないぐらいに少ないのかなといったような印象を僕個人としては受けました。こういった活動、期間限定でもいいですからやってくれると、よりお子さんとお父さんとの距離もより縮まりそうですね。この他にも様々な記事掲載されておりますので、明日の地方面お楽しみに。以上でした。琉球新報先読みニュース、このコーナーは琉球新報の提供でお送りしました。夕刊 TV いやささ夕刊読みラジ、今回ご紹介する情報はこちらです。ココペリピザ、こちらをご紹介します。読谷村長浜にありますこのピザ屋さん、ココペリというのはアメリカインディアンの言葉で妖精を意味しているんだそうです。一体どんなピザが作られているんでしょうか、そして作っている方々がどんな人なのか、皆さん気になりますよね。それでは早速 VTR スタート。はい、読谷なんでも調査団はじめちゃんでございます。本日私はですね、読谷村の時計市にありますココペリピザさんお邪魔しております。お隣にはオーナーの方来ていただいております。こんにちは、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 はい、私はデイビスマイク、マイクです。マイクさん、はい、はい、マイクさんですが、お隣が、はい、日賀悦子です。はい、マイクさんはあれですか、何年ぐらいいらっしゃるんですか。沖縄は多分28年ぐらい。結構日本語お上手ですね。ちょっとだ。いやいや、お上手ですよ。ね、すいません。いやいや、謝らないでください。ね、という形で。アメリカですか、ご出身は。はい、そうです。アメリカから。ジュネージョ。シカゴ近いです。シカゴ。近い。インディアナ州。あ、インディアナ州から。はい、こちらに来たという形ですね。では、こちらお店はどれぐらいされてるんですか。5年前に。5年前。うん。オープンされて。うん。出張の。ケータリング、はい、そうです。ピザという形でやってられたということでございますが、さあこのココペリピザさんね、まあ、後ろにはちょっと窯が映っているかと思うんですが、このスタイルでずっとやられてる、これのスタイル、はい、そうですね、です今のところ、テイクアウト感じ、テイクアウトとあと出張という出張と販売、はい、やられてるんですね、はい、でちょっと種類もね結構多いんですが、どういったメニューあるんですか。メニュー6種類ピザ入ってるけど、ソース、手作りのソースと生地、手作りとハンストレッチ、手で伸ばす感じで、あ、はい、全部もう自分たちでこの生地を作って伸ばしていく作業も自分たちでやられてるという、もうそれが自慢。The wood fire oven is important too。焼くのも石窯で、薪を使って。薪を使う、うん。はい、本格的にピザやってます。はい。お客様の反応いかがですか。はい、みんな喜んで美味しい美味しいって言ってくれてます。はい。で、出張とかもされる、まあ、イベントとかそういったところにも出されるんですか。時々祭りとイベント
であのいつもケイトリン軍の人はあのパーティー誕生日パーティーと、はい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 、あのねもので、うん、使用されるという形ですかね。はい、というわけで、でまあ観光で訪れた方も結構いらっしゃるんじゃないですか。そうです、最近あの韓国の方とかあの台湾とかの、あの、まあ、あのホテルも近いということであの結構いらっしゃってます。はい、でちょっとね、まあ、ホワイトピザ、コンビネーションピザ、4種のチーズピザ、ピザとかですね、いろいろと種類もあってですね、とても豊富な、ね、形になっております。ちょっとね、後で私もね食べてみたいと思いますので、ね、その感想はね後ほどお伝えするとして、でこちら、まあ、営業されている時間帯教えてください。何時から何時までですか。5時から8時まで、5時から水木金で、もうちょっとあのお店あと土日、多分あの土曜日空いてるあのランチタイムとちょっとまだあの、出張の方がちょっとあの行く方が多いので、土日はちょっと明けようか今ちょっとまだ検討中なんですけれども、あの今週3日なんですけど、まあ、今よりはもっとあのお店の方を開けるようにしたいと思っています。はい、水木金はね、開いているということ、土日もね、ちょっと今建築中というかね、いうの建物があって、そちらをね、まあ、オープンさせたらもっと開くかもしれないということですので、ね、そうするとねすぐこちらでピザ食べれますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。それではこちらご連絡先は何番の方がいいですか。自分の携帯番号、090-5938-9294 で、はい、日本人の方はそれでよろしくお願いします。あ、外国人の方の番号もある。外国人はうち番号、あ、旦那さんの方、マイクさんの方で、はい、外国人の番号、ナンバー教えてください。090-6892-4304、はい、この2つの、ね、番号あるということですので、ね、気になった方ぜひチェックしていただいてお電話していただきたいなと思います。さあこれから私ちょっとピザ食べて帰りたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。さあということで、動画をご覧の皆さんには美味しそうなピザの映像もお届けしましたが、お腹空きますねどうぞお時間がある方は ですね、ぜひとも水曜、木曜、金曜午後5時から8時の間営業しているということですので、一度足をお運びください。以上、今日の夕刊読みラジお届けしました。観光情報番組読みたんラジオは毎朝9時より紫村サテライトスタジオから生放送でお届けしています。明日もお楽しみに。夕刊 TV FM 読谷インフォメーション。さあ今日の話題、まずはこちら、マーサムンマチアゴアインティルルの情報です。スポンサーポーポーの店ひとときさんからイベント出店のお知らせです。明日6月27日水曜日、お昼11時から午後4時まで、那覇市沖縄県男女共同参画センターティルルにて、マーサムンマチアゴアインティルルが開催されます。沖縄県内各地からたくさんのお店が集まる中、読谷村からはポーポーの店ひとときが出店。那覇でマチコさんの作る美味しいポーポーが購入できますよ。数に限りがありますので、お早めにお買い求めください。詳しいお問い合わせは098-866-9090 までどうぞ。お時間がある方は足をお運びください。続いての情報はこちら、6月27日アリビラ開業記念日に伴い、アリビラミュージックバースデーの情報です。6月27日水曜日に開業24周年を迎えるにあたって、1日限りの音楽イベント、アリビラミュージックバースデーが開催されます。ランチミュージックやウェルカムミュージックといったいろいろな場所、いろいろな音楽を提供するほか、開業記念日限定のケーキやディナーもご用意しています。詳しいお問い合わせは098-982-9111 までお問い合わせください。以上、 FM 読谷インフォメーションでした。夕刊 TV続いては、とことん読みとん、しっとこ読みたん、最初の話題です。9
グッジョブサポート読谷6月就職セミナーの情報です。受講無料の6月就職セミナー、今回は適職発見講座、自分らしく働くために。6月28日木曜日午後1時30分から4時30分、読谷村役場3階の会議室にて行われます。定員は10名。詳しくは読谷村役場商工観光課098-982-9216までお問い合わせください。続いてはこちら、村県民税納税通知書の発送及び申告再開のお知らせです。今年度の村県民税納税通知書を発送いたしました。納期は4回に分かれており、第1期分から第4期分の納付書が同封されています。同封されている納付書の納期限を確認し、役場、金融機関、またはコンビニエンスストアで納付してくださいますようお願いいたします。第1期分の納期限は7月2日月曜日となっています。口座振替をご利用の皆様は、振替日が7月2日月曜日となっておりますので、前日までに口座残高の確認をよろしくお願いいたします。このほか詳しいお問い合わせは読谷村役場1階税務課982-9206までお問い合わせください。以上でした。このコーナーでは皆さんからのメール、動画、取材依頼などを募集しています。宛先はすべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp までお寄せください。以上、とことん読谷、しっとこ読谷でした。ゆうかん TV、 お届けしておりますゆうかん TV、 続いては読谷交通情報です。それでは国道58号レオンカメラから見た道路の様子を皆さんにお伝えいたします。まずは国道58号レオンカメラから見た南向け嘉手納方面、大湾交差点向けの車の流れ、こちら現在左車線の方が若干混み合っているかなというところが、動画の中で見て取れます。こちらの道、左側ですね、池東方面に曲がる車などで渋滞しているのでしょうか、右車線よりも左車線の方が若干混んでいるように見受けられます。嘉手納方面に帰宅する皆さんはですね、右車線を通行することをお勧めいたします。またこの道、大湾交差点に向かうに従って下り坂になっていますから、スピードの出し過ぎには注意をしてくださいね。続いて同じく国道58号レオンカメラから見る北向けイラミナ・キナ方面、ニューラッキーランドリー向けの車の流れ、こちら現在赤信号の列でしょうか、シナジースクエア前からですね、大湾交差点に向けてゆっくりと車の列ができております。この道、右車線は大湾シティに曲がる車などで、この後混雑することが多々ございます。恩納村方面、また読谷村内に帰るという皆さんは左車線を走行することをお勧めいたします。この後日も暮れ、視界も悪くなってくることが予想されます。スピードを出さず、前との車の車間距離を保ちながら安全運転を心がけてください。続いてラジオでは次の時間にも交通情報をお伝えしています。平日の朝7時30分からと夕方の5時45分からお届けしています。以上、読谷交通情報でした。ゆうかん TV、 みんなのお天気希望。このコーナーでは皆さんが希望する明日のお天気を紹介していきます。梅雨明け宣言、先週土曜日に行われまして、今日のような天気も素晴らしいものがあると思いますが、果たして今日登場される方はどんな天気がご希望なんでしょうか。 VTR スタート。気持ちマンデー、毎週月曜夕方5時からスタートです。パーソナリティを務めるのはいもっちの近所に住むきもっちです。どうぞよろしくお願いします。嘉手納町の、いもっちが住む嘉手納町の情報をふんだんに取り入れながら、お題を決めて皆さんとトークしていきたいと思います。お題に皆さんいろんなメールくださいね。よろしくお願いします。希望している天気は3日間晴れです。なぜかというと今梅干しを干しているからです。梅干しを干しているということで3日間の晴れを希望しました。この期間を指定しての晴れ希望というのは僕は初めて聞きましたけれども、さあこの希望通るんでしょうか。
続いては天気予報です。それでは本日午後5時、沖縄気象台から発表された天気予報を皆さんにお伝えしていきます。まずは天気概況から。沖縄地方26日から27日にかけては太平洋高気圧に覆われておおむね晴れますが、大気の状態が不安定なためところによりにわか雨があるでしょう。また沖縄地方の沿岸の海域では多少波があるでしょう。さらに沖縄本島地方では27日は高温が予想され熱中症の危険が特に高くなる見込みです。暑さを避け水分をこまめに補給するなど十分な対策をとってください。続いて中南部の天気です。南東の風晴れ、波は1メートルの高さと予想されています。続いて今夜から明日の朝にかけての天気です。今夜は晴れ、明日の朝も晴れとなっています。最後に今現在出ている警報注意報です。現在警報注意報ともに出ておりません。以上天気予報でした。ゆうかん TV、 さあお届けしてまいりましたゆうかん TV。 天気予報の中でもお伝えしましたが、これから先どんどんと暑くなってくることが予想されます。こまめな水分補給をしてしっかりと体調を整えてくださいね。ということで皆さん、それではまた明日もこの時間にお会いいたしましょう。それではまた明日。プレゼンティドバイウィンズ池原建設。嬉しいこといろいろ、楽しいこと山ほどばっかりでもないけど、生きていけばいくほど人を知れば知るほど人を好きになるのよ。そんなベルにもなとくらなるほど大げさなことじゃなくていいんだね。毎日通う道にかかる虹、同じ時を過ごし同じ空見て同じニュースで涙を流してたな。僕らのレディオよ響け、晴れの日にも別れの時にもいつもこの音聞こえたら笑顔になれるのだから。涙がこぼれた日も間違いただせずいた日も光を灯せ